昨日通常国会が閉幕し、事実上の選挙戦が始まる中、道警本部捜査2課では選挙違反取締本部が設置されました。選挙の公正を確保するため、厳正公平に取締りを行ってまいります。道内では前回の参議院選挙で選挙ポスターを破るなど4件の検挙がありました。今回の選挙でもこれまでにすでに文書の掲示について3件の警告があったということです。参議院選挙は今月22日公示、来月10日投開票です。